竜。よかった。本当に。シル。3日も。大変だったんだよ。37階層から地上まで運んでくるの。彼はベルは落ち着いて、竜。おやや。ちょっと竜、そのままじゃ。ベル、ベル、ベル、ベル。竜さん。ベル君、この格好は。重傷なんですよ。治療中になんてことするんですか。すいません。4日間だそうだよ。ウラノスが教えてくれた。僕に真相で生き抜く知識と知恵を教えてくれました。だろうね。実際話を詳しく聞いた時は気が遠くなったもの。君を救ってくれた正義の味方に本当にありがとうございました。逆です。彼がいなければ私はとっくに死を受け入れていた。でも彼は違った。生きろと私の背中を押した。それにお礼を言わなければならないのは、皆さんが危険を冒して真相まで来てくださったおかげで、あなた方に心から感謝を。そういえば死んだってことになったらしいぜ。イビラの町じゃゴライアス討伐の助太刀をしてくれたのもすっかり正義の眷属扱いらしいぜ。